60度北緯60度線北緯60度線は地球の赤道面より北にチリー度にして60度の角度をなす位線。ヨーロッパ、アジア、太平洋、北、アメリカ、大西洋を通過する。この井度の下では、下支点時の下昇時間は18時間52分で、当時点時は5時間52分である。北緯60度線は本所四五線から東に向かって以下の場所を通っている。 カナダにおける北緯60度線カナダでは、北緯60度線は、北部カナダと西部カナダの陸上の境界になっている。ハドソン湾やジェームズ湾にあるヌナブト準州の当初が北緯60度以南にあり、ケベック州やニューファンドランドラブラドール州の一部が北緯60度以北にあるにもかかわらず、ノースオブ60という表現は、北部カナダ3州を表すのによく用いられる。 1990年代に放送されたノースウェストン州の生活を取り上げた CBC の番組はノースオブ60というタイトルだった。北緯60度線と成形102度線が交差する地点はノースウェストン州、ヌナブトン州、サスカチュワン州、マニトバ州の境界が集まる場所でホーコーナーズと呼ばれる。しかし実際には サスカジュワン州とマニトバ州の境界が、整形102度線より400メートルほど西を通っているため、方向ナーズは、正確には良い境界ではない。ありがとうございます。